アフォンソペーナ国際空港は、ブラジルのパラナ州、クリティーバ県産、女性のスピニアイスに所在する国際空港で、ブラジルの南部地域では最大の空港とされる。IATA 空港コードは CWB。かつての大統領アフォンソペーナを記念して命名された。クリティーバ市の南およそ 14km の地点に位置し、主に同市へのアクセスに利用されるほか、 パラナ州に隣接するサンタカタリナ州最大の都市で、近隣に空港を持たないジョインビレにアクセスする際にも利用されている。パラナ州を通って、北のサンパウロ州と南のサンタカタリナ州、リオグランデドする州を結ぶ、国道376号線と、アルゼンチン、パラグアイとの国境でもある、パラナ州西端のフォスド・イグアスから州内の各種、農業、工業地帯を貫通して、 東部の港湾都市とを結ぶ国道277号線との結節点という要所に位置する空港でもある。パラナ州自体がアルゼンチン、パラグアイとの国境を抱える位置であるため、近隣国への国際便も発着している。旅客需要の高まりにより、1996年に旅客ターミナルが一新され、3フロアで29,400平方メートルの規模と6つの ボーディングブリッジを持つこととなった。各フロアは1階が到着ロビー、2階が出発ロビーと各航空会社の窓口、3階が店舗など、それ以前の旅客ターミナルは貨物専用となった。改修後は旅客数においては2005年実績で年間300万人超というブラジル国内で5番目の規模の空港となった。この改修においては徹底した 情報化への対応が図られ、完成等から発せられた旅客機の運行情報の表示などが各フロアのモニターに即座に表示されるようになるなど、設備としてはブラジルの空港の中でも屈指の近代的なものとなった。月の離着陸回数はおよそ5,500回、利用者数は平均で27万人ほど、貨物は2000トンほどの扱いとなっている。 霧が発生するという問題を抱えており、特に冬の朝は離着陸に支障をきたしている。タクシーや自家用車でのアクセスのほか、クリティバシとの間では、市営バスのほか、空港と市内各所を結ぶ民営の専用小型バスが運行されている。クリティバシ営のバスは、臨にジレタによる運行のため、最も安価で早く市中心部へアクセスできる。 アフォンソペーナ国際空港と中期中の日本国政府専用機。ボーイング747型機の運用は想定していないため、白っぽい舗装をされた本来の作業エリアから機体がはみ出してしまっている1997年に日本の秋人天皇がブラジルを訪問した際、日系ブラジル人が多く在住するパラナ州。 クリティバ橋も訪問することとなったが、東空港の滑走路は、メイン滑走路でも2200メートルと比較的短く、これは日本国政府専用機のベース機であるボーイング747の運用にあたって通常求められる2500メートルを満たしておらず、天皇来訪に際しては、着陸後、離陸前の軌道において狭い空港内で脱輪などの支障が起きることも含め、 空港設備について懸念が持たれていた。そのため、実際の来訪に先立ち予備機も含めた2機の政府、専用機を用いて、旅行演習が行われたというエピソードがある。この来訪に際しては、本番の離着陸でも問題は起きず、日本の政府専用機の巨体は天皇を出迎えた、クリティーバ市民と空港関係者を驚かせることとなり、10年を経た、今日においても当時を知る。 空港関係者の間では語り草となっている。ありがとうございます。